しくお願いします。こんにちは、MotoGP 開発ライダー、それから全日本の方には吉村鈴木モジュールレーシングから出てます須田です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ今ね、久しぶりにちょっと VTR の方もご覧いただいたと思うんですが、はい、振り返ってみていかがでしたか須田さん。そうですね、うまいこと編集してるなって。そっちですか。編集の素晴らしさを、はい、あんな感じに綺麗に乗れてたっけなんて。乗れてたっけっていう感じなんですか。いや、私乗れてましたよ。乗れてました、はい、膝もすりましたし。膝すりましたよ。師匠は もちろんね、すげえかっこよくこうやって擦ってたんですけど、私もその後に続いて教えてもらって気持ちでは擦ってました。なんか一見したらもうちょっと擦れそうなぐらいなちょっと映像に仕上がってましたけど。そうですね、実際またちょっと膝から地面までこれぐらいはあります。だいぶあったと思いますけどね。結構あれね、やっぱ膝する気持ちはすっごい倒れてるんですよ。はい、でもそれよりも倒れなきゃいけないっていう恐怖がありますよね。いやこけるこけると思いながら、ね、笑ってますけどすごい怖いっていうのはね。鼻で笑いましたね。聞いていきたいんですけれども、はい、この神谷さんの、ね、衣装がさっきの VTR とは全然違って。はい、今日は仮面女子の衣装でやってきました。須田さんはなかなか見る機会ないんじゃないですか。すごいキラキラしてて、まあ、全然前撮影した時はライディングジャケットみたいなの着てたんですけど、ね、全然印象が違って あアイドルなんだ。アイドルですよ。アイドルだった。見てくださってる皆様はこっちが最初で、はい、あっちが後なんですけど、僕も最初がね、ライティングジャケットの方なんで、ね、やっぱりこういうちゃんとアイドルの服着るとやっぱすごいなと思います。そうですよね、はい、一応オーラがあります。あ、本当ですか。あ、はい、まあ、オーラはなかったと思いますけど、前回はね、多分少しはありました。少しはありがとうございます。少しはでも私は普段東京秋葉原で西洋劇場を持ってまして、そこでライブ活動をしているので、今日もこの後行くんですけど、毎日公演をやってますので、よかったらぜひ皆さん興味持ってくださった方、秋葉原もうアイドルの聖地といいますかでやってますので、よかったらぜひ遊びに来てください。この後もあるんですね。はい、夜公演が今も仲間たちがメンバーたちがやってるんですけど、私は抜け出してこっちに来させていただいたので、また2部公演ということで夜あるので、まあ皆さん、あ、大丈夫、この東京モーターサイクルショー終わった後で間に合うので、ぜひよかったら来てください。じゃあね、皆さん今日はね2回も神谷さんの顔が見られるかもしれないということで、ぜひぜひお越しください。さあではちょっとおかけいただきましょうか。はい、いや番組の中でですね、まあポーズが似てるっておっしゃってましたけど、はい、そうですよ、ちょっと鈴木のポーズをやってもらってもいいですか。多分皆さんももうご存知ですよね、結構有名になってるんですけど、この今お二人にやっていただいた鈴木のポーズ、今シャッターチャンスですよ皆さん、いいですか。これをちょっと失礼します。これシャッター止まってる、みんな撮ってこれが番組のヨエロスっていうポーズに似てるんですよ。そう、カタカナのヨです、カタカナのヨ。これは完全にね真似したんじゃないかな。ちょっとこっち向いてもらっていいですか。目合わせてもらっていいですか。すみません、すげえ冷たい目で。すみません。はい、ということでバイクの話をねしていきたいと。終わりの話ですね。ちょっとこれをさらっといきましょう。さあ VTR の中でね、神谷さんも結構しっかり、まあ最初はねちょっと大変そうだったんですけど、後半とかしっかり乗れてましたよね。免許っていつ頃取られたんですか。はい、免許は今1年弱ですかね、取ったのが。結構でもその毎日乗れなくて、やっぱり事務所の問題とかあったりするので、でもその雑誌の連載させていただいてるで、ね、今造形者さんのもともとっていう雑誌なんですけど、そこで企画とかで結構月に何度かこうツーリングみたいな企画で乗せてもらってて、それで、まあ、今回ね師匠にやっぱり手取り足取り教えていただいて、いろいろね苦笑いするじゃないですか。でも最初はエンジン音よりキャーの声が大きくてそれすごいですよね。エンジンの音こんな静かやったっけなっていうか、そういう広場になんか叫び声だけが広がるぐらい結構ビクビクビクしながら乗ってましたね。まず師匠の後ろに乗せてもらったんですよ。ヒザースリーのその何やっぱプロの方の乗り方を体験してみてってことで、もうやっぱねスピードがやっぱ
違うし、はい、この何そのテクニックももちろん全然違うもんだから、あ、これが本当のバイクなんだって最初は叫んじゃいましたね。でもやっぱりプロじゃないですか、そういうアイドルなので、キャーって後ろで叫んでるんですけど、あ、すみません、あの速度緩めた方がいいですかって言ったら、大丈夫です、構えてくださいって、ね、プロだな、さすが、よっしゃ、さすがです。いや、すごい途中からでも、ね、叫びからの笑いで楽しくなっちゃって、途中で笑っちゃうぐらいすごい気持ちよくて。神谷さんを乗せてた時はどのくらい出してたんですか、速度は。あの、そんな広い場所じゃなかったんで、まあ60キロとか70キロとかどうかしか。本当ですか、はい、もっと出てたよね。出てない。体感的にはもっと。体感的にはもう100キロ超えてます。いや、100キロ超えてた。あのあれぐらい狭かったんで。そうですね、来週みたいな感じで、あそこで100キロ超えたら突き抜けてって海まで行っちゃいます。そっか、機会をいただけたので、え、でもやっぱかっこいいし、自分が乗れたら楽しいんじゃないかと思って、今回あの免許を取らせていただいて乗ることになりました。免許はどうでしたか。スッと取れました。スッと取れなかったです。なんかこうやっぱりその教習所通ってたんですけど、バイクって重いから引き起こしとかができなかったり、あとは急制度に引っかかって、あのもう一個単位じゃないけど授業をもう一個受けなきゃいけなくなったりとか、急制度の本当にブレーキを踏むのが私的にすごい怖くて、なかなかうまいことできなくて、そこに結構苦戦しました。でしょうね、でしょうね。あ、そう、さっき映像でもあったんですけど、あの、ありましたね、止めてブレーキ踏んでアクセルかけてっていうのをなんか練習 しましたよ、はい、まあ、ね、やっぱり教習所だけではやっぱ難しい部分、あそこはまああの本当に練習して乗れるようになるってことなんですけど、そこから上手くなるっていうのはちょっと別の問題で、あの神谷さんもあの最初は本当にバイクの音より叫ぶ声の方が大きかったんですけど、最後本当にあのピシッと結構乗れるようになって、2時間3時間だったんですけど、一緒にやらせてもらったんですけど、全然最後変わってたんで、まあ番組でもいいのでこう続けていただければどんどん上手くなるかな。すごい褒められてますね。ありがとうございます。もうやっぱ師匠の一番弟子なんて、うん、一番弟子、あ、一番弟子、はい、これは公認ですか。大丈夫、勝手に言ってますけど、はい、自称ですか、師匠一番弟子です。まあ、こんだけの人聞いてますから、そうですね、もうこれは変えられないですよ。いい、はい、大丈夫です。いいです、大丈夫ですか、はい、もうね、だからちょっと師匠の一番弟子ということで、これからもちゃんと女子ライダー、バイク女子としてなんか楽しくこうバイクを乗ってることを伝えられたらいいなと思います、ね、そうですよね、津田さんの一番弟子ってすごいことですからね。冷静にやばいと思います。ああ、本来僕弟子は取らないタイプなんで、あ、じゃあ特別にね、もうなんか下手したらなんか飛んでくるじゃないか、お前なんかが弟子名乗ってんじゃねえよ。いやいやいや、でもですね、その津田さんの後ろに乗れるっていうのももちろん羨ましいですし、神谷さんを後ろに乗せるっていうのもね、羨ましいですよね、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木さん、ありがとうございます。じゃあ、あの撮影は意外と 2,3 時間ぐらいだったんですか。多分それぐらいでした、ね、そうですね、撮影自体は。でもカメラ回ってないところでもね、載せていただいて練習したりとかしてたんで、ずっと練習してたんですね。練習、どうしても私その日に、まあ、無謀なことだと分かってるんですけど、膝を擦りたくて、まあ無謀ですよね。甘く考えすぎです。うん、結構その番組のディレクターさんも1時間じゃ無理っすかねみたいな聞かれてましたよ。はい、無理です。いや無理ですよね。食い気味で無理ですって言いました。あれはどのくらいの年月をかけてできるものなんですか。年月かどうかわからないですけど、僕はもう本当に子供からやってたんで、正直その日のうちにできたんですけど、でも子供ってちっちゃいバイク乗ってるんで、あの17インチのような大きいバイクじゃなくて、本当に10インチこれぐらいのバイクなんで、やっぱ膝するの簡単なんですけど、最初はもうちっちゃいバイクなのがいいかもしれないですけど。え、じゃあ小さい頃に初めて膝をすったんですか。そうですね、やっぱりレースやってるんだったら小学校とか低学年ぐらいから始めるんで、もうその頃から。そうですね。え、じゃあもう本当気づいたらすってたって、その通りですか。そうです。あのやたら出てくる気づいたらすってたっていうワードは何なんでしょうか。気づいたら吸ってたって言ったら、そのワードが使われるようになってしまいました。そう、そうですね、やたらね、出てきますよね。気づいたら吸ってたって言える人います、会場に。すらないか、普通は。そうですね、でもあの、まあ、子供の頃やってるそれが普通になるんで、
だからそれが、まあ、でも街ではもちろん吸ったことないですけど。街で吸れないですからね。いや、なんかね、神谷さん、噂によると、はい、その膝をね、するじゃないですか。で、中には肘をね、する選手もいらっしゃるんですけど、はい、中には肩をする選手がいる。肩、はい、本当ですか。向こうにかかってるバイクは、モト GP の GSXRR、はい、RR なんですけど、それってすごい性能が高くて、はい、すごいバンク格も高いし、まあ、この会場に飾ってるバイクとはちょっとコンセプトがもちろん違うので、速く走るためのバイク、それだけのためのバイクなんですけど、はい、ああいうこのモト GP クラスだと本当に肘するのはもう当たり前で、中には本当に肘すりすぎて肩する選手とか、こけてないのにこけたみたいになってる選手もすごい多くて。そうですよね、肩って言ったらもう顔とかもスレスレってことですね。そうですね。ちょっと考えられたのがね、すごいすごいテクニックですよね、それも。これはもうだからもう、まあ、行動じゃ、まあ、肩すった時とか肘すった時でこけてる時なんでもう全然大丈夫だったのは知らない。そうですね、まあ、転げ回ってる時ですよね。転げ回ってる時です。今行動ではっていうねお話が出たんですけれども、神谷さん企画でバイクに乗ることはあると思うんですけれども、はい、一般行動を走ることはあるんですか。もう、移動中に乗らせていただいたりとかして一般の行動を走ったりして、結構最初は緊張っていうんですか、うん、怖かったですね。そうですね、やっぱり教習所とかと違って標識も多いし、あと車とか他のバイクとかも多かったりするので、教習所だとやっぱバイクだけだったりとか道だったりするので、そういった意味で全然違くて、もうとにかくこう力んじゃって周りを見渡して ばっかりいました、ね。そうなんですよね、なかなかこの自分の運転だけに集中できないっていうところが難しいかと思うんですが、はい、一般道路を走る上でのアドバイスって何かありますか。一般行動はやっぱり速く走るところではないので、やっぱり一般行動でやっぱりバイクをかっこよく乗ろうと思ったら、やっぱり余裕を持つことが一番大事だと思います。全然ダメじゃないですか、超力んでましたよ。真反対のこと言っちゃいましたけどね、余裕を持って楽しく走りたかったんですけどね。やっぱりそれにはやっぱりこう自分バイクに操作するので精一杯になっちゃうと、はい、周りも見えないし、まあ、道どこ走ったらいいかっていうのも判断もしにくいんで、はい、やっぱりバイクを、うまく扱えるようになるっていうのがまず第一で、それで行動はロペースだとそれうまく走れるようになったら速く走るようにするなんですけど、はい、行動はこううまく走るようになるとさらに余裕を持って周りを見て安全に走るっていうのが一番かっこいい走り方だと思うので。なるほど、まあ、そういう風に走っていただければいいんじゃないかなと。わかります、その あの人緊張して走ってるなとか。わかりますね。わかります。そうなんだ、まあ、どういうところですごいハンドルに力入ってこうなってる。多分なってます、ね、なってました。なってました、なってました。最初はなってましたけど。最初なってました。はい、後からは治ってます。最後一緒に行動もちょっと走ったんですけど、はい、そうですね、すごい普通になってると思って、そういう余裕を持って走っていただければ、やっぱ周りの人もあなんかかっこいいなって見えるし、この服とかもすごいかっこよく見えるので。そうそう、神谷さんね、教習所でもちょっと時間を何勉強の時間を追加してしまったとか、はい、そういう話されてましたけど、そのくらいの追加なら優秀だよって鈴木の方もねおっしゃってましたし、ねえ、肩を、うん、そう、なんか私的にはもう追加しちゃった時点で、あ、お金追加して払わなきゃってなっちゃったんで、これはですね、ダメな生徒だなと思ってたんですけど、実際どのぐらいなんですかね。皆さんどうでした。どうだろう、スッと一発で取れたよっていう方って。あ、でもまあほら、ね、まあ、やっぱりねバイク好きな方が集まってますからね。まあ、うん、そうね、でも一発でねやっぱ取れたら自信につながるかなと思ってたんで、すいません、僕一発で取れなかったです。あ、そうなんですか。ちなみに何回追加しました。いや、僕も1回なんですけど。おお、師匠がついてますよ、私。ありがとうございます。一本橋、ありがとうございますよね。一本橋すぐ落ちました。え、あ、じゃあ即アウトのやつですか。はい、乗ってすぐ落ちました。でも一本橋、なんか多分10年ぐらい前なんですけど、はい、なんかその言い訳なんですけど、はい、その日めちゃくちゃ雨で、あ、雨ね、雨は本当に、まあ、言い訳はやめます、はい、でも雨すごくないですか。確かね、神谷さんも師匠、はい、私も教習の式の時雨降りましたよ。すごい、やっぱお二人は強い絆で結ばれてますね。
だから私もだからその教習ずっと実習してる時に実習練習してる時はずっと晴れだったんですよ。でも教習の試験の時だけなぜか雨降って、はい、雨降りやがってって感じですよね、こちらとしてはちょっとアイドルアイドル本当にもうだから救世度が私的にはもうやばいやばいやばいってずっと思ってました。その時はもう無理しない方がいいですか。無理しなずでも合格したんで一発でよかったですちょっと今大丈夫ですか、関係が逆転してじゃあ僕なんかもう今度なんかもうそういう時なんか取りに行かなきゃダメダメな時はレインタイヤ履いていこうかなと履かしてもらおうかなと何があってもね、大丈夫だよね。番組の中でも番組皆さんフルでご覧いただいた方結構いらっしゃるのかな。あれ最後神谷さんね、はい、すごいかっこよく走ってたんですよね、はい、いかがですか。いや最後すごい綺麗になってて、うん、あの乗り方綺麗になってて、うん、あのはい、すごいかっこよかったです。でもなんか上手ですよね、はい、試験も一発で取られてますし、はい、でもやっぱり丁寧に教えてくださって、そうですね、やっぱりそのプロの方に教えていただけるのそんなね光栄なことっていうんですか、多分本当に皆さん羨ましい立場にいると思うんですよ。うん、そうですね。だからもうその点ではねしっかり綺麗に走らなきゃって気持ちもあったりとか、でもねこの女子がバイクに乗るっていうのもまあ今結構見てる方も女性の方もいるんですけど男性の方の方が多かったりするのでそういう女子ライダー増えてほしいなっていうのもあって、そうですね、で女子もバイク楽しく乗れるんだよってこうやって広めていけたらいいなって思ってたり。ちなみに神谷さんはどのバイクがお好きなんですか。私は、まあ、もちろん鈴木さんの ESX-S125 バイクとか、はい、あとはジクサーも結構、ね、はい企画で乗らせていただいたりとかあるので、そうそう、なんかあの今 400cc 以下の今売られているバイク全て乗られてるそうなんですよ。そうなんですよ。あのすごいですね。すごいですよね。なかなかねそんな女性多分日本人で女性は初ぐらいな感じが言ってましたね。はい、もうありがとうございます。すごいことですよ。ジクサーですか。ジクサーで、はい、あそこにもありますけどね。あの見た目もね可愛いですね。そうですね、やっぱり私的には初心者、今すごいまだ全然初心者なんですけど、初心者が一番乗りやすいバイクなのかなって思います。気軽に移動とかにもなんか使えるし、あとはカラーがやっぱり青が結構お気に入りなんですけど、でも一番最新色って言うんですか、赤黒黒赤のね、黒赤も結構可愛くて、はい、お気に入りだったりします、はい、すごいかっこいいですよね。津田さんはちなみに普段は何乗られてますか。僕はあの V ストローム250、あっちにもあるちょうどあの黄色なんですけど、うんうん、周りが出た途端にもうあれは絶対乗らなきゃと思って。どうしてですか。かっこよかったんで。あ、見た目、はい、見た目ですか。見た目重視なんで。なるほど、はい、津田さんはバイクを選ぶときは見た目重視。見た目重視です。おお、そうなんですね。はい、もうだからもう乗って試乗して決めるとかじゃなくて、かっこいいって思ってもそれで乗ってみて後で あいいなって終わるなるんですけど、あ、もう何よりもビジュアルが一番なんですね。僕はそうですね。確かに見た目もねすっごい大事ですよね、バイクって。はい、デストライダーやってて見た目だけっていうのはなんかちょっとあれなんですけどなんかでも乗ってみてすごいいいバイクだし、いいバイクっていうのはもう分かってますんで、鈴木がいいバイクっていうのは分かってますんで乗るまでもなかったです。え、乗るまでもなかった。 V ストロームのどんなところが良かったか。やっぱりエンジンすごい良くて、エンジン、はい、うん、やっぱり車体もすごい乗りやすいし、エンジンの、低回転のところとか街乗りってそんなに高回転でバンバン回さないんで、信号待ちから出てくるとか、普段の J3 とか MotoGP で開発してるんですけど、そういうフルパワーなバイクばっかり乗ってても全然パワーのモーターになさって全然感じないんで、すごい、これをぜひ皆さんに乗るべきバイクの一つだなって僕は思ってるんですけど。なるほど、ね、津田さんおすすめは V ストローム250ですね、はい、で神谷さんおすすめはジクサ、はい、はい、ありがとうございます。ここにもねありますので皆さん写真も撮っていってください。さあそれではですね、これから神谷さんのバイクライフの目標を聞いてみたいんですけど。もうこれ皆さんびっくりしますよ、8体に出たいです。出ました見てください皆さんの表情、割と無ですよ、割とね、ありがとうございます。拍手、1人拍手、1人だけ拍手してくれる8体に出たいです。よしでしょう、どうですか。
そうですね、よかったですね。今日監督がいますんで、ぜひよろしくお願いします。私も8体に出させてください。そんな、なんか私をスキーに連れてってみたいなノリでできるもんじゃないですよね。大阪と違い、ちょっと今日は監督のほうは直々にもう後でお願いしに行くんで、はい、8体の夢を見させてください。私にめっちゃ笑ってくれてますね。ありがとうございます。どう思いますか。まあ、あの頑張ってくださいと。あ、すごい、目が死んでる、目がすごい死んでる。ちょっともうちょっと師匠などで親身になってアドバイスをお願いします。8体難しいですかね。8体難しいですね。あの、そうですよね。暑いし長いしみんな早いし全部乗り越えるんで。そうです。じゃあまず膝をすることから始めないと。気持ちではすれてたんですか。もうだから多分寝れると思うんですよ。あ、そうですね。じゃあ、あのまずサウナに20分ぐらい入ってもらって。20分でしょ。サウナ行ける全然余裕。20分をじゃあ、あの5分ぐらいチャッチャッチャッてやってもらって。20分5分全然大丈夫です。大丈夫ですか。全然いいけど、サウナ好きなんで。サウナ大好きなんで、まあ、そういう問題じゃない気がしますけどね。サウナは大丈夫です。その後じゃあ僕らのトレーニング一緒にしてもらって、それに合格したらじゃあ僕から監督に一応お願いします。一応って言わない。さらっとさらっと大丈夫。あの今監督にお願いしたんで、もうあとは出れるか出れないかの判断だけ。あとでも怒られるかはちょっとドキドキしてる。そう、なるべくこっちをね、こっちを見るように津田さんがしてる。右であっちを見たようにして。まあ8体はね、ちょっとね、難しいと思うんですけども、見に行ったことはありますか。まだないんですよ。お前なめんじゃねえよと思った。それも絶対普段はあのこういうことをしてますんで、ぜひ見に来てもらって。そうですね、はい、まずじゃ応援という形で、そうですね、っていうのも師匠が走る姿を、そうですね、見てもらいたいですね。うん、師匠のかっこいい姿をぜひぜひ初体でね、はい、見てください。はい、まあ、気づいたら私いるかもしれないんでね。その時はぜひピットに僕が言っていいかどうかわかんないですけど、ね、気づいたら乗り込んでる可能性あるんで、いいと思います。すげえ確認するじゃないですか。ちらっと見ましたね。はい、はい、じゃあもう本当にね、ちょっとまだまだお話聞きたいんですけれども、そろそろお時間迫ってまいりましたので、最後にお集まりいただきました皆様に神谷さんからまず一言お願いします。はい、皆さん、東京モンドサイクルショーとこの鈴木ブースで特集お越しいただきありがとうございます。1つ2つ3つぐらいお知らせがあります。まずですね、私がバイクの番組ライド&ドライブという BS12 で放送されます。毎週じゃない、最終週、月の最終週の金曜日21時半から放送されます。この番組に、アシスタント MC で出させていただきます。1年ぐらいかな、とりあえずあの レギュラーでアシスタント MC 出るので、よかったらぜひ見てくれたら嬉しいです。あとは東京秋葉原の方で西洋劇場カメトシカフェというところで毎日ライブ公演やってます。よかったらそちらの方にも遊びに来てください。いつでもお待ちしております。SBS 静岡なんで見れない方もたくさんいると思うんですけど、よかったら知り合いの方とか静岡放送 SBS でヨイロスという番組やってます。ぜひこちらの方も見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。そして神谷さん、はい、最後に鈴木のバイクと出会っていかがでした。一言で言うと本当に人生変わりました。バイクのね、この見方、考え方っていうのが、その元々はすごい怖いな、怖い乗り物だなみたいないうのがあったんですけど、こうやってあの鈴木さんのバイクに乗らせていただいてすごい楽しいっていうことだったりとか、ツーリングとかも全部いろんなことを経験させていただいて、まあ、師匠とも出会って、あのバイクの素晴らしさっていうんですかっていうのも考え方が変わって、自分のこのバイクの人生が変わったなって思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。津田さんいかがですか。いや、でも一個発見させておきたいのはやっぱりですね、バイクラブなのか鈴木ラブなのか、そこは大きな違いがあるじゃないですか。大きな違いが、僕はもちろん鈴木ラブなんです、はい、一つだけ言わせていただくと鈴木ラブです。おー、それはと言いますと、と言いますとそれはと言いますと、と言いますとおやこれちょっとハードルが上がってきました。そうですね、だんだんとね、機会を重ねる。バイクラブだし、それを上回って鈴木ラブですよ、もちろん。これぐらいにしてみましょう。ありがとうございます。納得してないでしょ、絶対。いや、でも鈴木はね、本当にさっきのお話でも言ってましたけど、初心者でも乗りやすいっていうのもありますしね。はい、うん、本当デザインもめちゃめちゃかっこいいので、まあ、そう、師匠もね、その見た目から入るって言って、本当にかっこいいデザインのものが
あとはもう女子にも男子にもこう入りやすい感じがすごいあると思います私は。なのでもう鈴木さんのバイクはもう皆さんぜひ乗ってほしいなと思います。ありがとうございます。さあでは師匠である津田選手から神谷さんとそして皆様に一言お願いします。はい、神谷さん私にも一言ください。あ、一言ですか。何があれば。そうですね、あの、はい、これからもバイクライフも楽しんでください。はい、安全第一でね、たくさんまず見に来てください、はい、そうですね、はい。そうですね、それであの、鈴木のあのブースに来ていただいた皆さん今日はありがとうございます。そうですね、鈴木のバイクはあの初排気量から大排気量までやっぱりかっこいいバイク、がすごい揃ってて、僕もあの、全部結構好きなモデルが多くて全部欲しいんですけど全部置くことはできないので、持ってないんですけど、やっぱりあの 1000cc も僕レースで使ってて使わせてもらってて、あの、すごいいいバイクだし、それはやっぱり今年はあの全日本でまず速い剣を証明したいと思ってます。そのためにあの、僕らの今やってるチーム吉村モジュールレーシングのみんな全力で、全日本を戦っていきますので、皆さんあのぜひサーキットに足を運んだの鈴木のフラッグ振ってもらったり吉村のフラッグ振ってもらって全力で応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんね、楽しみですね、これから。さあ、ありがとうございました。仮面女子の神谷絵里奈さん、そして神谷絵里奈さんの師匠の津田拓也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。表情というのがね皆さん拍手でお送りください。皆さんありがとうございました。この後も鈴木ブースでごゆっくりお過ごしください。